山際経済再生担当大臣は、2018年に旧統一協会が主催した会合に出席した際、教団トップのハン・ハクチャ総裁と会っていたことを明らかにしました。私自身はその代表の方にどこかでお会いした記憶があったんです。私自身の事務所にその記録が残ってないもんですから、確認できないで来たんですね。 山際大臣は、これまで説明しなかったのは記録がなかったたた。た、めだと釈明しましたまま2018年に教団主催の会合に出席したものの自民党の調査には関連団体の会合と報告していたことについては事務的なミスだったとした上で他にも会合に出席した可能性はあると述べました。